ブレイキングダウン新たな激闘へ第6回大会が11.3開催決定、女子戦も実施。朝倉未来がスペシャルアドバイザーを務める1分間ルールの格闘技大会ブリーキングダウン6の開催が11月3日寄宿決定した。前回大会ブレイキングダウン5は多くの個性的な注目選手を生み出し、初の女子戦も大いに注目され、 今回も引き続き、女子戦も開催予定だ。フォト、イスケリラウンドガールと、セクシー女優が、一触即発、軽量や迫力の男子の乱闘の名シーン。主催者によると、オンラインでの視聴数、有料視聴チケット販売数の売り上げが過去最高を更新し、関連動画再生数も前回を大きく上回り、1億回を超えたといい そこで昨日8日19時より8月31日23時59分までブリーキングダウン6出場選手を募集。年齢、性別、格闘技経験不問だ。ブリーキングダウン公式サイトのエントリーフォームからの応募者の中から数十名程度のオーディション参加者を選定するという。 そして10月2日日東京都内で実施するオーディションではブリーキングダウン主催者や朝倉未来朝倉カイラに直接アピールすることによってオーディションの合否を決定する。今回も熱いオーディションとなるか、生き様を背負った新たなキャラクターにも期待される。